どうぞ。はい、はい。まあ、野田総理が党内の反対の方ですね、押し切るような形で、まあ、今回の解散に踏み切りましたが、この時期について、まあ、その適切だったとお思いでしょうか。全然思いません。独りよがりだと思います。それは権力者が孤独というよりも、参議院でもって、問責になったということで、国会が動かなくなったということ、それから自民党を中心とする野党から、やめなさい、やめろ、やめろ、それからいつ解散するのか、その単純な二言をずっと言われて、その中でもって、その決断というキャッチフレーズを出しておられましたけれども、ご自分のスケールといいますかね、情報判断の中で、極めて独りよがりに、生活者だとか、あるいはその日本の将来を考えて、今まで民主党が発信してきたことを継続するんであったらば、また代表を変えるとかですね、8月の任期いっぱいまでやって、成果を出す方法はあったと思いますね。ご自分たちの考え方に、非常に自信があって、あまり許容者範囲が大きくないといいますかね、キャパシティが小さいというか、独りよがりというか、そういう政経塾の人たち特有のね、ものがあるなと、自民党時代も無所属の時も見ていましたし、中に入っても極めてそういう色が強くて、それが今回の時期、選挙時期を選択させてしまったと、他人の投票に乗ったと、政治はそうじゃなくて、全体を国の状態、有権者、海外との関係、閣僚個人が何を起こったうぬんということよりもですね、自分の党、いいことをやってきていると思うんであれば、それを花を開かせて、投票に結びつけるにはどうすればいいかということも考えていただければよかったけども、そういう政治がわからないというか、政治とはどういうものかとか、生活者がどういうことを考えているかとか、そういう想像力、ラックオブイマジネーションだというふうな感じがしますね。それが非常にこの時期を選定してしまったというふうに思います。解散が決まった後のですね、この閣議の会見の場でですね、その解散の命名、名前、何と命名するかという質問です、ね、言わなかったんですけども、はい、まあ私あの時はもう即思ったの、自爆テロ解散と思ってました。その通りになりました。ただ言葉があまりよろしくないしですね、閣僚が言っちゃいけないし、惨敗するだろうと思ってましたね。変ですか？あの時は不謹慎だと思って言わなかったんですけど、結果が出ました。やっぱり当たってたと思います。